方、ホワイトの方と話し合ってました。写真撮んの忘れた。
温度ちょうどいいというか、ちょっと汗がにじむ程度かな、鼻の下に。あ、右に行く車が多いんやな。綺麗に乗ってやるな、光ってるな。
あ結構ここでも向こうでも途中でも離合はできるんやけどもな。ここで前ネズミ捕りやっとってここ30キロですわ。俺も引っかかってもうて、今朝おけやその時の堀さん、今日免停以外初めてですって。これ40何キロやったかな、20キロ以上が免停かなんかなるけど、皆さん免停なんですけどもな、分かっとったら30キロのその表示の前のところでやな、スピード抑えてくださいよーから、足りゃええのに。重い方の刑罰を望んでるんですわ。収入の違法、みんな利潤です。利潤目的、売り上げ。早く軽縄道完成したらいいのにな。全てが高架道では無理なんやろな、やっぱり高さレベルもあるしな。高架道があってたまに下に降りてきたらそこに信号を設けると、そこでまた踏ん詰まるからやな。今の柏原高田インターチェンジとか柏原北インターチェンジ、あの辺りと同じようにやっぱりずっと高架車なあかんわな。まあ、地元の土建屋さんはええわな。あと50年間ぐらいは仕事があるよ、こっちは。この辺でも世間は10月6日、今9時39分30秒。